東海道本線鴨宮駅にほど近い鴨宮基地に1000型 A 編成が運び込まれました。台車には20系から名称が変更された151系で実証済みの空気バネを備えています。昭和37年6月25日、この日初めて鴨宮モデル線区を走る公式試運転が行われました。4両からなる1000型 B 編成、後のゼロ系にも採用されたアイボリーホワイトに窓の周りが青というカラーです。試運転は時速およそ30キロという足元を確かめるようなスピードから始まりました。ボンネットの先端部分には非常用の連結器を収納。ヘッドライトの光が内側から漏れてアクリル製のカバーが光ります。最初の試運転は鴨宮から10キロほどの区間で行われました。翌6月26日、この日、そごう総裁が出席して試運転開始式が行われました。総裁を乗せた B 編成がゆっくりとモデル線へと踏み出します。スピードは前の日と同じおよそ時速30キロ。これから2年間にわたって車両をはじめとする新幹線のさまざまなシステムが試行錯誤を繰り返しながら作られていきました。どういうふうな車をやったらいいか、どうしたらいいかっていうことを、まあ、皆さんに見ていただきたいというので、このモデル線っていうものを作って、そこで試験運転をやることにしたんですけど、どうぞ皆さんのいろんなね、ご意見があるだろうと思うから、早くそれをおっしゃっていただいて。座席は固定式のボックス席。運転台のハンドルの配置は在来線とは全く別になりました。3両目の六角形の窓、前後で異なる運転台の窓配置など、さまざまなデザインが試されています。走行試験は少しずつ速度を上げて進められました。半月をかけ、ようやく在来線特急並みの時速100キロまでアップ。振動や音などさまざまなデータを集めながら一つずつ段階を踏んでいきます。
試験運転開始から3ヶ月、9月に入っても時速100キロ台半ばでの試験が繰り返されていました。 A 編成に取り付けられたパンタグラフ、雲屋93型河川試験車でテストされたタイプのものです。新幹線では地上の線路沿いに信号機は設置されませんでした。高速で走る車内から肉眼で確認するのは困難だからです。代わりに運転台のスピードメーターに時速210キロなど制限速度を表示、これを超えると自動的に速度を落とす自動列車制御装置 ATC が開発され備えられました。東京神田万世橋の交通博物館では鉄道90周年を記念して東海道新幹線展が開催されていました。新幹線が走り出すまであと2年、この頃には夢の超特急という呼び名が定着していました。車内が体験できる実物大モデルも登場、新幹線の誕生を初めて実感した子どもたちもいたでしょう。鴨宮モデル線区高架下のモデル線管理区、昭和37年10月、ここに新幹線運転士教習のための施設が開設されました。乗務員の候補者として各地の電車区などから推薦を受けたえりすぐりの現役運転士たちでした。初めて見る新幹線車両、世界初の高速列車への乗務を前にして運転士たちの胸が高鳴ります。ハンドルの位置も全く違う新しい車両、新しいシステムの鉄道への彼らの取り組みの始まりです。鴨宮モデル線区ではスピードを上げる速度向上試験が3週間をかけて行われました。その最終日となった10月31日、ついに時速200キロを記録。夢が現実となった瞬間でした。12月19日、さらに10キロアップした時速210キロが目標に掲げられました。開業後の最高時速となる速度です。そしてついにクリア。開業前1年10ヶ月にして迎えた大きな節目でした。12月29日に行われた昭和37年最後の試運転、車内は招待された一般客で満員です。この日幸運な子どもたちは時速200キロの世界を一足先に体験することができました。
高速時代に向けて、この年着実な一歩が踏み出されました。昭和38年、走行試験は次の段階に入りました。高速列車ならではの未知の課題が目の前に次々と積み上げられていったのです。時速200キロ同士のすれ違い、その瞬間の気圧の変化を測定します。時速200キロの風圧がそれぞれの車体に襲いかかる経験は在来線ではなかったことです。さらに問題となったのはトンネルの通過でした。通過の際に起こる気圧の変化で耳に違和感を覚える現象、いわゆる耳ツン現象が発生。さらにトンネル内で列車がすれ違うと耐え難いものになりました。この現象を防ぐため、急な気圧の変化が起きないよう、その後車体に気密構造が取り入れられました。3月下旬になると最高速度に挑戦する試験が B 編成を使って行われました。目標は当時電車では世界中で経験したことがなかった時速250キロでした。そして3月19日に時速243キロを記録しました。試験最終日となった3月30日、目標の時速250キロを狙う最後のチャンスです。速度が上がっても異常な振動は感じられません。まもなく目標を見事クリア。さらに速度は上がり、ついに時速256キロに到達しました。この試験で時速210キロでの営業運転が保証されました。新幹線の世界記録達成のニュースは世界中を駆け巡りました。国連のアジア極東経済委員会エカフェは、ぜひとも新幹線を見学したいと来日の機会にモデル線区を訪れたのでした。外国からの見学者もさることながら、この日の映像には他にはない貴重なものがいくつも記録されていました。車軸の歪み、加速度、車内の気圧などの測定器も進化。記録紙に代わって磁気テープに記録する方式に変わっています。線型 B 編成2号車は六角形の窓、時速210キロ以上で走る高速度試験は一旦終了したはずですが、この日は予定を変更して再び250キロで運転。一般の見学者を乗せてここまで速度を出すことは初めてのことでした。試作の外吊り式プラグドアから下車すると、新幹線の安全を支える設備の一つが一向に披露されました。線路に設置されたのは自動列車制御装置 ATC の一部にあたり、列車をピタリと正しい位置に停車させる定点停止装置です。自慢のシステムを説明するのは技師長の島秀夫。この人物なしには
新幹線はできなかったとされ、新幹線の生みの親とも言われています。鴨宮基地に戻った一行の関心を集めたのは空気バネ台車です。高速での乗り心地の良さを支える車両の構造、新幹線の技術の高さを実感してもらえたことでしょう。その後、線型 B 編成には世界最速記録を達成した記念のプレートが取り付けられました。線型は東海道新幹線開業後、営業列車には使用されませんでした。しかし電気試験車などに改造され、長年裏方として安全を支えました。